の丸亀港干潮時刻は19時36分、レースで言いますと10レース前あたりに向かいます。したがって今日も序盤中盤はその干潮時刻に向けての下げ潮水面、この時間帯比較的潮位は高めのコンディションとなっています。迎える対戦は第2レース予選競争です。1号艇岩井茂、2号艇吉永博之、3号艇鹿島俊博、4号艇竹下大輝、5号艇酒井浩也、6号艇山本浩介、以上6名の対戦です。本番も外の2艇は入れ替わる格好、内枠中枠の4艇は定番通りの進入です。今ゆっくりスタート方向へ先向けたところ、インコースに1号艇岩井茂、2コース昨日白星マークの2号艇吉永博之、3コースから3号艇鹿島俊博、ここまでがスローとなっています。角1、4コースから4号艇竹下大輝。初日は白星発進も、昨日は6着5着と大きな着取りとなりました4号艇竹下。本番レースも5コース6号艇山本浩介、サイアウト6コース5号艇酒井浩也となっています。外枠2艇が入れ替わって体型3対3です。第2レース予選競争、進入体型インコースから1番2番3番ダッシュ4番6番5番です。スタートしました。ダッシュ勢が好スタート、中でも4コース5コース4号艇6号艇好スタート。スタート後出ていくのは角から4号艇竹下ですが、3号艇が応戦、その外から6号艇山本、内側ついていったのは5号艇酒井、冷静ハンドル向こう正面です。先頭内をついた5号艇酒井、2番手ですが4号艇竹下、3番手1号艇岩井となっています。後方3号艇6号艇2号艇第2レース、スタートは正常です。1周2マークトップターンは5号艇酒井、そして2番手内側から1号艇岩井、回して切り込んでくるのは4号艇竹下、ホーム側2番手優勢は4号艇竹下、3番手外から1号艇岩井に対して内側から迫ってほぼ並走としたのは3号艇鹿島となっています。レースは2周目1マークの攻防です。先頭は5号艇酒井、2番手からは4号艇竹下、3番手3号艇鹿島が先取り、内側ついていくのは1号艇岩井となっています。3番手の推移ですが1号艇3号艇接戦続いています。今度は内側に1号艇岩井、外からは3号艇鹿島、2艇並んでいます。後方6号艇2号艇レース2周2マーク、上位2艇は5番4番3番手の推移です。今度は先手は1号艇岩井、握るか3号艇鹿島、ホームストレッチもここは3号艇を若干牽制しながら旋回の1号艇岩井が3番手単独、5番4番1番の体勢、レースは最終周回へと移ります。3周の1マークです。先頭は5号艇酒井浩也、2番手からは4号艇竹下大輝、3番手1号艇岩井茂、4番手から猛追は3号艇鹿島俊博、しかし3番手は1号艇岩井となっています。上位体系は5番4番1番の体勢です。外から追走は3号艇鹿島、レースは最終コーナー。先頭は5号艇酒井、2番手からは4号艇竹下、3番手1号艇岩井で確定ホーム側。上位体系は5番4番1番、先頭5番酒井五輪、2着4番竹下五輪、3着1番岩井五輪、3番6番五輪、ラストで2番吉永五輪です。第2レースの着順確定をお知らせいたします。1着5番、2着4番、3着1番以上でございます。第2レースの払い戻し金はご覧の通りです。